ここにいるでしょ、ジャービス。もしかしてこのアベンジャーズのお宝に埋もれてるのかも。いや、集中しないと。手がかりを見つけるんだから。初期の盾だ。エーデーの時に展示されてた。これで隠し通路を開けられるとか。やっぱ無理ね。こっちは何だろう。を見つけてここから出ないと。それは何だ、お嬢ちゃん。そいつを渡したらどうだ。お断り。残念だな。来たみたいだな。調子があまり良くないようだが。各員、崖を見つけ出せ。それとも邪魔すると。お前妙だな。何か変だぞ。受け取ってくれ。中にいるバナーのせいだ。やつの罪悪感だよ。面白くなってきた。
カで間抜けなゴリラだ。いや、ゴリラどうか。そんな言葉すらもったいない。アーカイブの設計図を見つけたよ。早く彼女を仲間に加えたいものだ。よし、このパワーを感じるか。ここで進化を遂げたのだ。だし、よし、秘密を見せて。天体が黙る。科学主任の報告によれば、デリジェンガスのリバースエンジニアリングに成功した。え、いや待て、落ち着いて、一瞬で終わるから。初めて。おい、どういう意味だよ。苦しんでるよ。うまくいったわ。被験体705は劇的な回復を示した。24時間監視を行う。治療成功よ、おめでとう。ありえない。ここから出よう、危険だ。うん、だね。ああ、その、もっと肩の力を抜いてくれ。頼む。ありがとう。うん。大丈夫か？その、静かだね。
大したことじゃないよ。そうか。うん。なら、そう。あ。あれ本当かな。どういうこと？治療。もし本当なら、それっぽかったけど、うん、私も普通に戻れる。いや、その、あれは、そういうものじゃ。博士も見たでしょ。苦しそうだったけど、でも、やってみる価値はあるかも。カマラ。ずっと周りに馴染めなかった。私、スーパーヒーローの世界にいたから。だからもし、ファンフィクションの大会で入賞できたら変わるかもって思ってたんだけど。でも、私を見て、ただの怪物。そんな、君が。君がしたことは、ねえ、とても勇気のいることだよ。無謀だが、勇気がいる。そう、それができる人は少ない。いい子でいるだけじゃダメ。え？何でもありがとう。この部屋ってすごいね。ああ。っていうか、すごくなる、うん、きっとね。ああ。そう、それなら。よし。ありがとう。もう行くよ。ああ、忙しいから。うん。だね。よく頑張ったよ、カマラ。全然変な感じなかった。それにしても。キメラの部屋を独り占めしてるなんて信じらんないな。空からの景色は綺麗だったんだろうな。スタークさんなら修理できるかもしれない。これでよし。前にここにいたのは誰だったんだろう。ちょっと散らかってる。倉庫か何かに使われてたのかな。ブルースと話をしに行かなきゃ。でもドアが正常に動くから先に見て回ろうかな。時間が経てばブルースも私が泣いてたこと忘れるかも。
ブルース、さっきはごめん。気にしないでくれ、分かってる。例の人のことで何か分かった？ナイスタイミング、ちょうど調べようとしてたんだ。反対側で手を貸してくれないか。ボタンを押すだけでいい。OK、 やってみよう。こんにちは、バナー博士。わあ、やった、トニー・スタークのスーパー AI パートナーだ。名誉なことですが、私はただの人工知能です。はじめまして。あなたは？カンだよ、カマラって呼んで。お会いできて光栄です。ミス・カマラ。何が起きてるの？ウォーテーブルはパワーが不足してるな。システムが緊急停止しています。ラボにいた時に防犯センサーを作動させてしまったんだな。停止させないと。任せて。ねえブルース、私は何すればいい？よし、ラボのテーブルにあるコンソールでセンサーを停止させてくれ。余計なことしちゃったみたい。大丈夫、防犯センサーは手動で停止させる必要がある。赤いライトを探してくれ。あんなとこどうやったら手が届くんだろう。わかるだろ。あ、そっか、腕を伸ばすんだよ。やった、うん、楽勝ね。私が書いたストーリーでね、アイアンマンが手当たり次第に街灯を打って気を引いてる隙にブラックウィドウがヒドラ基地に潜入するんだ。そうか、それは面白いな。まさかそれをアベンジャーズが本当にやるなんて。まあ私は本物じゃないけど。もう少しだよ。よ
よし、成功だ。やったよ。戻ってきてくれ。ここでハーブを育てようかな。バジルにタイム、オレガノもいいかもね。カマラ、よくやった。ジャービス、トニーを探しに行こう。ジャービス？探しているところです。ただ、何かがおかしいようです、バナー博士。嫌な予感。なんということでしょう。私の神経回路はキメラが墜落した際に損傷したようです。シールドの高度なテクノロジーです。このままではグローバルデータベースにアクセスできません。シールドだって？それならマリアに連絡しよう。マリア・ヒル、今は彼女がシールドを指揮してるの？ああ、フューリー長官は消息不明だし、信用できるのはヒルしかいない。ブルース、久しぶり。ハルクとあんなことがあってもう連絡は来ないのかと思ってた。ああ、それについてはすまなかった。ハルクは問題児だから。謝らなくていいの。あの日以来みんなバラバラになってしまった。アベンジャーズが活動再開してくれて嬉しいと思ってる。まだ全員じゃないけどね。こんにちは、私はカマラカーン。今のところ私たち二人だけだよ。スタークさんを探してるの。神経回路が必要なんだ。どこかに保管してるんだろう。資産はエイムに差し押さえられてるし、捜査官のほとんどは身を潜めてる。とはいえおおよそ見当はつく。ウォーテーブルに位置情報を送信する。詳細は向かう途中で説明するわ。クインジェットのエンジンを始動させますか？え？クインジェットだって？次のミッションに備えてウォーテーブルでクインジェットの行き先を設定してください。ヒル司令官が送ってきた座標は辺境のツンドラ地帯にある施設を示しています。ウォーテーブルに場所をマークしました。エイムの調査に欠かせないミッションはアベンジャーズの A でマークされます。そうするのが妥当だと思いまして。任務によっては特殊な能力を持った敵が現れたり、修正を余儀なくされることがあります。状況を正確に分析し、それに合わせた装備を用意すると良いでしょう。報告によるとこのエリアにいるエイムはクライオダメージを与える武器を使用しているようです。冷気耐性のあるギアを装備すれば有利に働くでしょう。
にあるってずっと知ってたの？まさか、知らなかった。ああ、そう。本当は自分の車で旅したかったんでしょ。違う、違うよ。